International, Club van 50, Rotterdam Market en Doko Staaftennis. And lots of other sponsors. I don't want no more tricks to no no kidneys. Gucci です。 Gucci! そしてCarlo! で、今回特別に名古屋を紹介してくれる豊田さんです。ありがとうございます。今日はいや、もうほぼ、名古屋城に着いてるんですけど、こちらどこだ。今回ですね、名古屋をね、いろいろちょっと回ってね、やっぱりいろんなね、はい、観光地を回りたいっていうね、希望もありますね。はい、昨日は名古屋の美味しい味噌カツを食べていただいた、ヤバトン、はい、食べていただいたんで、みんな、はい、はい、もう今日は観光でお願いします。いいですね。特に名古屋城、ちょうど去年新しくなったっていう話で、はい、その名古屋城の周りのなんか、なんかグルメ通りみたいなのも新しくできて、さらに大きくなったっていう話で、私もそこはまだ見てないんで、本当に楽しみ。これはオランダの方にもやっぱりめっちゃ楽しめられるとこじゃないんでしょうか。はい、よっしゃ、じゃあめっちゃちょっと楽しみたいと思います。では参りましょう。ちょっと待って、おい、名古屋城到着です。じゃあちょっと集合写真撮りますか、豊田さん。さん、シャチホーコーに乗りましょうよ。乗っちゃいけないっすよ。あれあれ、シャチホーコー。いや、これちょっとまず触れないっすね。日本的には怒られちゃう。海外国人的には怒られないですか。オッケーなんですか。日本的にはアウトです。アウトですよね。シャチホーコーに乗るってどういうことだよ。これは乗れない。乗れないよ、これは。いいっすね、かっこいいっすね。かっこいいっすね。やっぱイルシェとエリーナがインスタ探しに行きました。インスタ探し、インスタ社名探しっていうか、インスタ社名角度探しですね。やっぱインスタ流行ってるんですね、やっぱり。うん、流行ってね、インスタは流行ってますね。やっぱり日本でもオランダでも流行ってる感じですね。まあ、イルスとエニオはもう 顔立ちがもうちゃんとしてるから、もうどんな角度から撮っても可愛いんだよ、この子は。豊田さん、鹿がいますよ。どういうことですか。どういうことですか。っていうか、ここ奈良じゃないですけど、こう奈良行く前に鹿ですね、これは。なんでこんなとこ。これあれらしいですよ、敵が入らないように、侵入を防ぐようにここに大きな水があるみたいです。おー、なるほど。っていうことは、ここが全部水なんですね。そうですね、普通は。そうですね、はい、そうです。おー、なるほど。これで鹿は泳げるもんなんですね。鹿は泳いでるって勝手に渡って渡ってる。渡る。しかも忍者みたいにここを登る。侵入成功してる。鹿は入れてないですけど、鹿は侵入成功してますね。侵入成功してますね。参りました、鹿。参りました、鹿最強。これおかえり。これはトラ。トラですね。いいっすね、雰囲気あって。Mooi hè? Ja, dat is heel goed. Het is wel echt Japans hè, joh? Dat is echt Japans. Ja, echt Japans. Kijk, hier heb je de kersenbloesems en dan gaan we het zien. Mooi hè? Wow!
いいっすね、雰囲気いいっすね、はい、ここやっぱりあの新しいあの木の匂いがまだあってね、いいですね、やっぱり雰囲気的に、それであんまり明るくない、あ、そうです、うん、明るくないのがあるけど、日本の文化いいですね、すごい落ち着き、うん、木が好きですよね、落ち着きますね、木が大好きいいですね、木が大好き、全部金ですよ、グッチ。最高ですね。うん、金に溺れ死にたいですね。なんかこんなドアノブだけでも欲しいですね。やばいですね。こんな感じで。そうですね。うなぎのとね。ボクシングのチャンピオンベルト。ボクシングのチャンピオンベルト。これがボクシングのチャンピオンベルト。すみません。綺麗ですね。家にあったらいいですね、これ絶対友達増えますよ、グッチさん。これはちょっとね、ガチですね、僕のあのラケットとは違いますね、うん、短い、おこれはちょっと短いですね、担当ってやつですね、クライルファハラキリハラキリのため、ハラキリ、ハラキリ、一応そこそういうの書いてないですけどね、でもそれぐらいの長さは的にはそうっぽいですね、いいですね、ここは、いや今度ぜひモンタちゃんにも見せたいですね、そうね、いいですね、すき焼き、ヨークさん、ジャパニーズすき焼き、そう、ヨーク、hoe vind je hè? Fantastisch, hè? Ziet er goed uit, hè? Ja, ziet er goed uit, Joop. Dacht ik ook. Ja, nou, ik denk dat we moeten genieten zo. Hun eten en wij eten. Kom naar kitten. Je moet dit ook even een soort aanpakken. Dan gaan we maar eens even genieten, Joop. Ja. Laat ons verrassen met de smaak van... ben benieuwd. いいですね、豊田さん。オランダ人に混ざって。違う生き物。